月曜日のお昼前のと時、皆さんいかがお過ごしでしょうかパーソナリティのしんちゃんです。ケンちゃんです。よろしくお願いします。ます親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエスキリストと出会って、泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。 これからわしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。アメン。これは本当にあった話で、彼らは今もイエスキリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。 実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきましたでもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え今は喜びでいっぱいです私たちは自分が身をもって体験したからこそ今苦しい思いをしている人に希望がある人生やり直せるということを伝えたいのですイエス様という素晴らしい親分を紹介したいそんな思い出をお届けする番組です 番組ではキリスト教って何教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは761アットマーク f m k o s a j p 7 6 1アットマーク f m k o s a j p です。また、同時放送、FM ギノワンお聞きの皆さん797アットマーク fm ギノワン .com797 アットマーク、FM ギノワンドットコムです。ファックスは0989348653。0989348653です。また、FM コザでは、ユーストリームで音声と映像を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。また、ツイッターとも連動していますので、どんどんツイートしてくださいね。はい。ということで、今日の聖書の言葉、行ってみましょう。 今日の聖書の言葉、コリント人への手紙第1、15章3節から5節私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、 また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことまたケパに現れそれから十二弟子に現れたことですああめんはいはいどうもどうもどうも2週間ぶりです私ああそうね先週いなかったですはいおやすみいただきましてどうも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 はいあの今日はそう今日ねこれはあの 最も大切なことっって最も大切んでれね聖書ね2000ページぐらいありますけど旧約新約合わせたらこれね最も大切って言うんですよどんだけ大切なんだってすごく大切ってことなんですけどそれはこの書いた人がねパウロっていう人が書きましたけど私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに 私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに3日目に蘇られた蘇られたことこの3つこのことについてね今日大事なんで今日のテーマは復活ということでこのことについてお話ししましょうかクリスマスはみんな。 クリスマスはみんな知ってますけどね。うん、うん。この復活もあの大事なんですよ。はい。ね。今日ねちょっとはい。そのことを、はい、あの話していきましょう,う、ね、今日のテーマ復活、ね、はい。ということで一、はいえー、曲目は、はいえー、長澤高文さんで塩、ねはいはい、打ち破り。

あのー、教会のね、うん、キ,キリスト教のまあ、お祭りというかですね、はい、記念になる日がありましたはい、はいえー、おめでとうございますはいそれからあっきーさんしんちゃんけんちゃん超久しぶりです元気でしたかはい元気ですありがとうございますあっきーさんよろしくお願いしますおは,ちちんんおはようございますちーちゃんさんおはようございます今週もいつもよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、それからいみっちゃさんねしんちゃんけんちゃん えー、めぐちゃん、おはようございますと来てますけど、今日めぐちゃんじゃないんですよね。えー、先週はケンちゃんが痩せたのかなと思ったら、ケンちゃんより日本語上手な外人さんでしたね。ごめんね。そうな <laughs>、はい、下手でごめんなさい。はい、はい。えっ、ー、とね、今日はね、あの、めぐちゃんじゃなくて、みくちゃんが来ています。はい。みくちゃん。は,はい。ちゃんです。はい、よろしくお願いしますということです。はい。あれ、めぐちゃんじゃない。みくちゃん、おはようございます。い,いでしょ。あれ、あの、噂のおかわいいみくだとた。い,いです。 可愛いミクちゃんがはいミクさん美人ですねとはいえそれからねイミッチャさんからミックちゃんたまにこの二人が大学生時代の素顔に戻る時があるからミキサー席にあるホワイトボードで笑顔笑顔って書いてくださいねーって意味わかります大学時代って大学時代はわかります何大学って僕らの言ってる大学わかりますどこの大学とかあれですよね刑務所笑 知ってるじゃないですか、ミッチャーさん、知ってるそうですよ、大学の意味、あっきーさん、自分も変なことして、大学にきかけたけど、マヌカルト、ああ、変なこと、あれですね、予備校で住んだんですかね、試験落ちたんですね、有事校方署のことを予備校っていいますけど、よかったですね、行かなくてもいいですよ、ああいうとこは、それからですね、えっとね、はい。 えー、しんいちゃん、けんちゃん、おはようございます。ラジオネーム、にじです。にじさんね。にじさん。本名読まないでね。本名はね、読んじゃ読まないでねっていうのは読んでねっていうことかな。いや、これね、この間ね、俺読んじゃったんで。あ、送られてた。そして、ハッピースター。はい。 復活おめでとうございます、ね。ケン <laughs>、はい、ちゃん、1週間ぶりです。声が聞けて嬉しいです。シンちゃん、今日はテンション、先週より普通ですね。ケンちゃんがいるからですか非常に最後の、<laughs> <laughs> 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 最後まで聞いてます。はいはい、はい、ありがとうございます。とい,ますということで、皆さんの、うん、支えによってですね、はいえー、この、 やっていますね、親分、エースさん、日もはもよろしくお願いしますということで、さっきからね、復活、復活と、復活祭、復活祭という、イースターという話は来てますけど、そうね、その前に、その前に、時事砲弾、時事とね先々週、あ先々週ですよね。 あの木曜日ね、あの神山美沙さんのコンサートがね告知した通り、行われました、無事、えー、そしてね、たくさんの人が集まりました、はいうん、えそしてね、先週ね、そのことちょっとあの話しようと思ったんですけど、そうそう先週はゲストがいたんで、うん、まあ、あまり詳しいことは、えーうん、ね、言えなかったんですけど、<う>あのですね、うん、神山美沙さんの、うん。 新しいね、アルバムがすね。いろいろ新曲もね、この間、披露してくれてね、よかったですね、かっこいいよね、かっこいいって言ったらおかしいけど、こんなの一人、ギターもなんかすごいしね、歌がすごいんだよ、パワフルでね、ちっちゃい体でね、いやー、きれいな声だよね、歌の内容もいいしね、この間ね、ユガフ協会でコンサートありましたけど、

これ、あのサイン入りですからね、そうそうそう、サインも入ってますよ、サイン入りです。サインしてもらいましたからね、すごいでしょ、お友達だから、はいではでは、はい、えーとね、この人ね、あとほら、そのコンサートが7時半から夕方、あったけど、その前にリハーサルね、して、であの湯河風紀協会ね、子供食堂、子供サロンやってるでしょ。 だからあのこっちではコンサートやって、うん、裏では子ども食堂やってるわけです、並行して、で、そっちにわざわざね、はい、あのコンサートとは別にね、はい、来てくれて、子どもたちが食事してるところで、うんうん、お歌を歌ってくれてね、うん、この人、いい人だなと思ってね。 感激しちゃいましたああれって何あの初めからそういう話だったんじゃないわけ違うあれサービスですよサービスサービスあそういい人だよねだからその合間時間の合間をねうって子供のところに来てくれてでお話したり何か歌歌ってくれてね少しやってくれたんですよいや感動しましたなんかねあのね気さくでねんか私は歌手よみたいなそういう感じがないんだよね なんかね普通にね普通のお姉ちゃんみたいな感じ <laughs> <laughs> ね <laughs> そうそう <laughs> そうな <laughs> <う>んだよあのね前もね僕たちあの炊き出しやってるんだけど炊き出しのところにねギター,もそうギター持って来たんですよあのこのその神山美沙さ,さんがねギター持って来てああまたどっかのなんかストリートミュージシャンみたいなのが来たのよ歌わせてくれって来たのかなみたいなそう曲歌わせてくれってとか言って ちょっと私自信があるのよみたいな感じで来たんだろうなと思ったら神山美佐さんすみませんみたいななんかでもすごくいい人で普通に手伝ってくれてねいやほんでそれでいてあの歌もね優しくて力強くてそうなんですよ歌もいいけどこの人人柄もいいというねだから人柄がねまた歌ににじみ出てるんでしょうねはい ということでね、この、神山美沙さんの。最後に抽選しますからね、最後にメールくださいよ、メール。メールですよ。メール、どんどんくださいね。はい。ということで、今日は、あのですね、復活。復活について。今んとこゼロだからね、メール。ゼロゼロいや、あのね、二次二次ね、クリスチャンだから。クリスチャンの方はね、貸してください、自分で。はい。 とというこでそれからね、あの先週、先々週かな、先々週だった、あのお母さん、ちゃんのねそうそう、お母さん来てたんですね、あのあれでね、卒業式でね、学校の、来てくれてね、で先週帰りましたけど、2週間ぐらいいました。 よかったねかったですね、何が良かったって、卒業式に招待できたことが、よかったですよ、今までね、本当にお母さんね、招待するって言ったら、もう留置所とか裁判所とか、そんなとこばっかり招待してましたから、いいとこ招待したいなと思ってたわけですよ、学校入学したときにね、入学式呼びたかったけど、まあ卒業できるかどうか分からなしてもだから、この卒業できたらね、 ぜひ卒業式には呼びたいなと言ってたんですよ。それが叶いました。叶いましたね。よかったね。お母さん喜んでました。お母さん喜んでた。ハレるやお母さんね、なんか沖縄好きみたいで、結構何回も来てるよ。10回目だって。あそう、すごい来てるね。なんかね、お母さんでね、お母さんね、いいお母さんなんだよ。でね、料理作ってくれるんだけど。 あのね、漁師町、漁師なんていう漁師町ってっていうからね、魚料理が上手だっけ送ってくるんだよね。そう、送ってくるわけよ。魚をね、こんなね、冷凍してね、いろんな魚をね、送ってきてね、それでね、この魚はね、宅配便でね、送ってくる、クールで。この魚は、味噌で炊きますとかね、この魚は、何々を塩をすいて焼きます。 作り方まで書いてくれてね。で最後にね「私が言ったら作ります」ってじゃあその説明いらないだろっていう作り方散々いろいろでこの魚はどうとかって全部種類の魚書いてくれて最後に「私が言ったら作ります」ってじゃあその説明いらないよねみたいな。でもね作ってくれたらおいしい。おいしいわけよやっぱり年季が違うんだろうね。ああそうですね。 来ないかなと思ってるけど、もう帰ったばっかりだから。はいはいということでね、えっと今日はですね、はい復活ですよ。はい昨日あの復活を記念して、えまあ世界中の教会はですね、お祝いをしたわけですね。何の復活ですか？イエスキリストですよ。親分ですよ。親分親分親分が復活したと。僕たちの親分のそうなんだよね。あの十字架にかかって。 死んだっていうのは。あ結構知ってるんじゃない結構知ってるよね。十字架、イエス・ジュニアさ知ってますか十字架って、わかります教会行った十字架あるの。なんで十字架あるかわかります教会に。なんであるか。うん。かんないです。わかんないなんかキリストの象徴みたいな。ああ、そうそうそう。キリストって知ってますはい。知ってます。何ですか、キリスト人の名前。あ人の名前ね。キリスト教の教祖かなんかの名前。 ちょっと偉い人なのに、そういう感じですよ、一般の人は、多分ね僕らもそうだったしね。あのね、えっとね、イエス・キリストが十字架にかかったっていうのを聞いたことあります。知ってる、それは。よくそこで首を下げてる、この人、よっぽど悪いことしたんですかね、そ十字架にかけられるっていうことは。 でも確か聞いたのはなんかそんなに悪いことはしてないけどそんなにねそんなに悪いことはしてないけど身代わりというかそう知ってるじゃないですかそうなんですよイエス・キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれた私たちっていうのは全部みんなみんなです 私は罪を犯してないから私のためではないですという人はいないわけですよどんな人でもちょっと心の中開けてみせてくださいって言われて見せられないですよね見せられるいやちょっとこれは見せられないなっていう部分あるんじゃないですかやっぱりどんな人でもんか人を恨んだりとか妬んだりとかそういうこととかねこの心の 神様から見たら罪だっていう、しんちゃんみたいにね、大学何回も行くのが、この罪っていう、俺もそうだけど、犯罪、世の中で言う、犯罪は罪ってわかるでしょ、でもこの犯罪だけじゃないわけですよ、神様から見たら、人に優しくしなかったりだとか、あ喧嘩するのもそうだし、嘘もそうだし、嘘ついたことないですか 何回か。あるよね、あるよね、あるよね。よかった。ないって言われたう時は。ないって言われた時は。それが嘘ですって言おうと思ったけど。で。あの、それで、あのね、あ、小さいね、あ、赤ん坊が生まれてきたら。その赤ん坊にね。あの、嘘のつき方とか、教えなくても、嘘つくじゃないですか。あ、そうですね。子供って不思議よね。不思議だよね。嘘つくよね、俺も嘘ついたことあるけど、ちっちゃい時から。 だからそういうのをね、うん、あの罪を持ってる人間は持ってるんだって誰でも、うん、聖書はそう書いてる、うん、誰でもその罪を持ってる、ねうんうん、でその罪を持ったままでは、うん、あの 神様はのところにね、行くことはできないと、神様は清くて、天国も清いところだから。そこに行くには、罪を持ったまま行くことはできないんですよ。だから、その罪を清算しないといけないんだけど。あの、俺たちが清算しようと思ったら、死んじゃうから。だから、じゃあ、可哀想だっつうんで、あの、イエス・キリストが、身代わりに。それで、天国、そうね。天国。天国。天国。って、もあるの。 なんとなく分かってるじゃないですか子供も天国とか地獄とかねで地獄嘘ついたら地獄行って閻魔さんに舌引っこ抜かれるとかなんとなくイメージあるでしょでも聖書ははっきりと聖書にもあるんですよね天国の話もいっぱいあるしね歌知ってます天国の歌天国あ俺は信じまったらしんちゃんが歌って俺は死んじまってら知ってま 「酒はうまいし姉ちゃんいだ」「ファファファって言うて「知ったことあのまあ天国にお酒があるかどうかわからんけどお姉ちゃん綺麗なんじゃないかな」「ああ多分ね」でこの「天国にね」「この歌歌はね天国に自動的に行けるじゃない」 ですよ歌ではそうなってるけどみんなそう思ってる僕らもそう思ってたけどクリスチャンになる前はそうじゃないわけですよね天国に自動的に行けるわけじゃなくて死んだらイエス・キリストを信じたらねっていうことなんですけどそれがね十字架で私たちの罪のために死なれたと聖書が示してると聖書がね示してると死なれたのはいいんだけど死んだままだったらなんかその。 価値ないいいいとうか死んだままっったねぱあるんじゃないお墓ピラミッドとかさあれおお墓墓だよねでしょインドのタージマハルとかさあと中国のなんか埴輪みたいなのがいっぱい置いてあるやつとかさあれとかもお墓だよね。あと あの、日本だったらさ、仁徳天皇陵とかさ、ね、うん、あんなのも、お墓ですよ。うん、で、昔の人はね、うん、なんとかして、この、 権力を持ってさ、お金を持って、全部俺は手に入れたぞ、でも、この死んだ後も、なんとかしよう、なんとかしようとして、頑張ってでっかいピラミッド作ったりとか、兵馬羅を作ったりとか、忍徳天皇陵とか作ったりとかしてんだけど、結局死んでるんですよ。ほんで、死んだまま、なしだから、何もできないわけですよ。あの何もできないのね。 どうにもできないっていうのが分かっててなんか最後のあがきみたいな感じかなと思うわけよお墓をゴージャスにするなとかってそのなんとかしてこの死をなんとかしてというところなんだだけど人間は絶対無理だよねそれね人間みんな死ぬしね結局イエス・キリストもね死んだまんまだったらね 一緒じゃないですかこの先があるわけです先があるんですこれが大事なんですよ十字架にかけられたのは結構みんな知ってるよね僕もクリスチャンになる前も知ってましたよ十字架にこの人相当悪いことしたのかなみたいな十字架にかけられてるからでも昔はねその思でもそうじゃなくてね僕らの罪のためにね十字架にかかってで そのの後があるんですけど、そのあとが、そのあとはもうちょっと、曲聴いてから、聖書に読みましょうか。曲聴いてからね、せっかくですから、曲を聴いてから、ちょっと待ってよ、そこまで話したから、曲を聴いてから、じゃあその後のことを、実況見分しながら、現場検証し現場検証しながら、ちょっと見てみましょうか、じゃあ曲は。じゃ次はね、神山美沙さんで、この新しいアルバムからね、リトルバード。 これも読んでいい、マザテレさんことは。読めたらね、時間がた。もう意外とほらう。死に結構いる。何人するなかれ、嘘をつくなかれ。あ、何で知ってんの俺は死んじまっただ。リスさん、10回してる、10回。10回。 10回っていう映画知らないわあ、そう、はい、10回って、ね はいじゃあ実況見分しようかおやぶんはういイエスターパチ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 はいメールが来てますのでお読みします、はい、しんちゃんけんちゃんおはようございますかなさんちらですどうもどうもおはようございます今日は出く出遅れてしまいました汗最後まで頑張ってくださいうふはいありがとうございますいつも 話します。今日はですね、神山美沙さんの,、うん、あのニューアルバムの CD、プレゼントありますからね、はい、メールくれた方の中から抽選ですから、約1名の方ですからね、はい、お楽しみください。えーとですね、それから、あのー、コメントも来てますね、リスさんから。 十、えー、10回は、中森明のヒット曲です <laughs>。あったな、そんなの。<laughs> あったあった。<laughs> ちーちゃんさん、ちーちゃんさんはね、<laughs> イースター復活祭の話も、とてもいいですね。話の続きは楽しみです。感謝します。ありがとうございます。アッキーさんもね、えー、それから、えー、今日はしんちゃん、けんちゃんの生歌希望します。はい。<laughs> 生歌ね、時間があったら。はい。<laughs> はい、ということで、えー、とね、さっきはですね、はい もう一回読みましょうね聖書、うん、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、うん、私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに三日目によみがえられたことまたケパに現れそれから十二,十二弟子に現れたことですあ<ー>めん はいということで、さっきはですね、えイエス様があの十字架にかかった、罪のために死なれたという人のですね、私たちの罪のために、身代わりとなって十字架にかかったというところを、話しましたけれども、それだけで終わらないのが、うちの親分ですよね、はい。それだけで終わらなかったです。聖書ではではすね3日目に 蘇られたことまたケパに現れそれから十二弟子に現れたことですと書いてありますこのところね十字架にかかったまでは結構ななんかんとなくみんなね理由まではわからんでも十字架にかかったまでは知っててでもそれで終わっちゃったらただの偉い人なんだけどそうじゃないというこのね あの十字時間かかった後にね、うん、蘇っているっていうのが、ここがね、とても大事だなということで、うんはい、聖書にその場面が、はい、で出てきますね、ねはい、今日はじゃあ、読んでみましょうか、うん、ルカの福音書の方から読んでみましょう、じゃあ、健ちゃんじゃあ、ルカの福音書、24章 1, 1>,、はい、1節から8節まで、はい、週の初めの日の明け方早く。 女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よまばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。 あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によよみみががえられえらなければならない。と言われたでしょう。 女たちはイエスの御言葉を思い出した。アーメンアーメン。メンはい、これで、ねはい、あのこのルカっていう人ね。うん、お医者さんだったんですよ。うん、お医者さん、はい、そしてね。あのー、このね。あの週の初めの日の明け方近くとかね。このあのルカの福音書っていうのはね。すごく、うん。 あの詳細にね、その時間、この時とかね、この人が王様だった時代の、どこどこで誰々があの官房長官じゃねえや、なんとかだったとかね、なんかね、いろいろね、そういう背景まで詳しく詳しく書く、いわばインテリですよ、この時代の。インテリが書いたことだからね、かなりこれは正確に書かれていると言われています。そして、その人が、あのね、 書いてるなんですけどだからね細かいんだよね書いてることもね何か何々を持って墓に行ったとかねどういう人が立ってたとかね前は言うばからの衣を着た2人の人ってこれはあれでしょ天使ですか天使ですか天使とかってあるのよく天使って言ったらねなんかあの をってさ、ちっちゃいのがさ、羽が生えてて、お尻丸出しお尻丸出して、プリンってあ飛んでるイメージがあるけど、違うから、ちょっとね、違う感じだね。お尻は出てたか出てないか分からんけど、そういう人がですね、あ出てないんだね、衣着てるんだから。で、それで、墓、これね、 石が墓から脇に転がしてあったって、ああ、りますけど。そうそう。これだけ見たくらい、この石がでかいんだよね。そう。すげえで。ここだけ見たら、わからんけど、その当時の、ユダヤ。ユダヤ、ユダヤの。あの、お墓ね、石ってね、どれぐらいの、二メートルぐらいの。何メートルかわからんけど、一メートルぐらいあるんじゃない。石が。石の、なんていうの。あの、扉。そう、扉。ころころ転がして。えっとね、ラジオ。 聞いて沖縄の皆さんはですね、結構想像しやすいと思うんですよ、次は、あのね、でかいもね、沖縄の墓と違って、沖縄の墓、そう、でかくて、穴があって、石が置いてあるでしょ、そうそう、横穴式というか、そうそうそう、多分あのユダヤの墓も、穴があって、石が塞いであるんですよ、だから沖縄の墓とスタイル一緒、結構沖縄ってね、聖書からね、いろんな文化が入ってきてるっていうか、ユダヤ人と。 同じ文化がね入ってきてたりとかして、だから想像しやすいと思う。だからその墓に行ったら、皆さんがあれですよ、ムンチュバ墓に行ったら、ですねこの墓の入り口の石がポコンとどけてあって、中が空っぽだったということですよ。そうそうそう。ね、そういうことがこの場所にね、書いてあるわけですよ。読みがねそそそうううでこれ あの人の子は必ず罪人痴なんてね、役立たされ、十字架につけられ、3日目によみがえらなればならないと言われたでしょうと、これ、だからイエス様が十字架にかけられる、人の子ってイエス様のことですね、イエス様が十字架にかけられる前に、弟子たちに言っていたこと、自分はもうすぐ十字架にかけられる、死ぬけど、3日目によみがえると。って言ってたわけですよ、これが成就したということですよ。 そうういことですこのなんかこのねこの時ね多分相当ビビっただろうねこれね見た人はさこのお墓が空っぽだったわけでしょしかも天使現れるでしょちょっとビビるよねいや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 これねビビっちゃうんだけどでもさあの何 けんちゃんだったらビビんないうん、ビビるってもうビるよね、相当。で、あのね、まず、まばゆいばっかりの子供を着た二人の人って言っても、一瞬わからないよね、天使かどうか、天使見たことないし、急に出てきても、うわ天使ですって出てくるのかどうかわかんないけど、そう、で、ビビったんだけど、ああ、でもね、この人たちね、信じたんだよね。あの 思い出したんであよそういえば言ってたよなって生きてる時そういえば生きてる時き生きてるってたおかしいな生きてるってたおかしいなそういえば自分にうかかる前に言ってたよなって思い出してあ本当だったんだっていうことが分かったっていうことになったわけですよそれでねあのそれであのねそれでね俺ねこれね最初信じられなかったんだよ最初 で、結構信じるまでに、時間かかったわ。ああ。あの、生死をんでからそう、をんでから。神様はいるって思って、神様が俺の人生何とかしてくれるっていうふうに思ったよ。思ったけど、でもこの十字架のこととかね、なんかピンとこなかったというか、信じるのにね、時間かかった。だからこの人たちも、 最初、ビビって信じるのに時間かかったんじゃないかなと思うんですよ。僕はね、結構刑務所の中で聖書を読んでたでしょ、その時あ聖書っていい本だなって思っていろいろ、こうやったらこうやって生きたら幸せになるよねとはすぐ思ったけど、聖書はずっと読んでたよ、だけど、やっぱ神様は信じてなかったっけ 病気が癒されるとか、水の上を歩くとか、なんか奇跡がいっぱい出てくるじゃん。い。これは全部嘘嘘って飛ばして読んでるわけ信じてないから、神様。だから、だけど、もうほら、自分がどん底に落ちてね、もうホームレスになってね、どうしようもなくなった時に、もうこの神様、刑務所の中で読んだ神様ね、この神様、奇跡を起こしてくれる神様が、

全部が本当なんだっていうのを急に理解したわけですよ。一瞬にして。神様がいるっていうことを分かった瞬間に、その前に聖書を読んでるから、聖書にある奇跡があの、あ、全部本当なんだ。あ、全部本当なんだっていうのは、全部瞬間で。瞬間で理解した。<ー>それまでに時間かかってきてね、あの聖書を読み出してから神様を信じるまでは、<ー>うん、3年かかったのかな。うん、んんズバーンが高い。ズバンときた。俺ね、ジャージ上がったの、ねうんはい。え、それからね、えっ、ー、とね、うん、コメントが来てます。 えーケンちゃんも天使の格好似合うはず。ケンちゃんも裸の穴あって。弓矢持ったらかいはず。それか、マヨネーズ持ったキューピー。これ頭の辺はキューピーちゃんだけどな。はい。ということですね。どはい。はい。それでね、俺もじわじわ型なんだけど、じわじわ型なんだけど、でもね、あの、聖書はね、あの、この、聖書を、 をこの信じるっていうか、神様に従ってきてよかったなって、今、いろいろよくなって人生がやり直せて、今、昔だったらぶっ倒れて、刑務所に逆戻りとかね、変なことになってたはずなんだけど、でも今、ならないわけですよ、最高ですよ、本当にいい人生歩んでて、それがあ神様が生きてる証拠かなみたいな。だって 変わるんだもんだって人生も変わるしさ、誰も帰れなかったんなら、僕たちのことは、学校の先生も、親もね、刑務所行ってもね、そうなんですよ、えっとね、アッキーさんからね、車の内鍵してしまった、しんちゃん、けんちゃんならどんなして鍵を開けるって書いて、コメントが来たんですよ、昔の俺だったらね、ガラス割ってます。 あんまり自分の車っていうの持ったことがないんで、それでね、そういう自分ですけど、今はコツコツ働いてさ、自分の車を持って、今だったら鍵屋さん呼びますよそういうふうに変わることができるっていうのが、それが神様が。 生きてる証拠かなって思うわけです。だってさ、だってさカレンダー見てください。一週間でしょ。で六日働いて一日休むっていうのはこれ聖書のに書いてあるあ、そうそうミクさん。知ってる？知ってる？カレンダー一週間どっから来てるか。カレンダー一週間もこの聖書から来てるんですよ。いいですか？いいですか？神は第七日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第 7日目になさてていたたすべの技を休まれた神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた、うん、それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである、うん、だからお休みなんだよ、日曜日は。だから、えーここの、しかもこれ、3400年前に書かれてる、うんえー、それを中心にあの世の中回ってるわけですよ。えー、でで西暦今2016年ですか、はい これも、イエス・キリストが生まれて2016年。っていうふうに、イエス・キリストを中心に回ってるんですよ。そして、え、これ初めて初めて。いいね、このリアクション、新鮮で。あ、いい、あそうだ、聞いたことないんだ。世界中の人が、なんかよくわかんないけど、12月24日になると、25日になると、ワクワクしちゃって、いやおめでとう、おめでとうってって、プレゼントを私、合うんですよ。イエス・キリストの誕生日です。 と言って、こうやってね、みんながお祝いしたり、世界がこうやってね、なんかカレンダーにしても、何にしても、イエス・キリストを中心にして回ってるという事実があるわけですよ、これが、このね、イエス・キリストが生きてるという、もう本当にみんながもう認めないといけない証拠かなと、認めざるを得ない証拠だと私は思うわけですよ。はい はい椿野さんからね、実際、しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りついた人たちの初ほとなられました、ああそうなんですよ、そしてイエス・キリストの復活を信じる私たちはね、イエス・キリストと共にこの蘇ったというかね、またこの天国に入ることができる、死んでも天国に入ることができるから大丈夫という それからリスさんから、マジか2016年の意味を知らなかった、ミーミーさん、マジかみんな知ってるんですか、結構知ってる人多いんじゃないですか、僕らもラジオで何回か言ってるしね、何度か。えっと、結構有名な時間がね、時間が結構きちゃいましたね。あのちょっと CD プレゼントの発表しておきましょうか、シンさん、メール。 メール見てください。メールをくれたのは、虹さん、虹さんはクリスチャーなんで、却下。ということで、カナさん、チュラさんに決定。これで、え厳選じゃない、抽選の結果、不正なる抽選の結果、カナさん、チュラさん当たりました。 取りに来てください。あの神山美沙さんのニューアル,アルバムね、ええ、リトルバード。はい、当たりましたよ。取りに来てくださいね。はい。はい、よろしくお願いします。はい,はい。ではではでは。はい、今日もう終わった。終わっちゃいましか,ますか,か、ね、エンディングですね。はい。エンドイングになりました。はい、ラジオ機の皆さん、今悩んでる人、苦しい思いをしてる人はいませんか。家族、友人。 学校、職場などでの人間関係の問題、経済的な問題、薬物依存、アルコール依存、ギャンブル依存などの依存症や精神的な誤りで苦しんでいる方に悩んでいる方はぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。うん、でも、イエス様を信じ、教会に行くことによって希望に満ちた楽しい人生を歩んでいます。うん こんな私たちでも変えられました。あなたもきっと変えられるはずです。聖書の中でイエス様はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アーメン。メンイエス・キリストは、教会はあなたを歓迎します。 何でもできる本当の神様、イエス様があなたの問題をすべて解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜならイエス・キリストはあなたを愛しているからです。あなたは愛されてます 番組では国際ギデオン協会の協力により聖書を配布しています。FM コザのお近くにお住まいの方は FM コザまで取りに来ていただければその場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は番組宛にご住所、お名前を記載して聖書ちょうだいとメッセージを送っていただければこちらからお送りいたします。もちろん無料です。またユーストリームでも配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので簡単に、えー 検索できますので見てください。はい。ということでですね、皆さん、あの、コメントやら、メッセージやらああ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、今日もあっという間の1時間でしたけれども、えー、皆さん、最後までのお付き合い、ありがとうございました。<laughs> 今週も1週間、元気に過ごしてくださいね。また来週お会いしましょう。親分は、イエスター